ジョン・バジロンは、アメリカ合衆国の海兵隊員。アメリカ陸軍に入隊し、フィリピンに赴任した後1940年に、海兵隊に入隊し、訓練の後キューバグアンタナモ湾を経て、ソロモン諸島ガダルカナルに配属された。1942年10月のガダルカナルの戦いは15名。いたバジロンの部隊でも生き残ったのは、バジロンの他2名だけという激戦であったが、 バジロンは3日間にわたる戦闘で、約3000名の日本兵を撃退する功績を挙げ、名誉勲章を受訓した。1945年2月19日、伊王島の戦いで戦死し、死後海軍十字章とパープルハート章を贈られた。第二次大戦期の海兵隊員で、名誉勲章、海軍十字章とパープルハート章の3つすべてを受章したのは、バジロンだけであり、 死後その功績を称えて、道路や、軍の施設、駆逐艦の名前などにバジロンの名が付けられた。1916年11月4日、ニューヨーク州バッファローに1人兄弟の6番目の、子として生まれた。父サルバトーレ・バジロンは1903年に、ナポリからアメリカに移民し、ニュージャージー州ラリタンに住んでいた。 母ドーラ・ベンチ・ベンガは1889年生まれで、ニュージャージー州、マンビル育ちであるが、両親カルロとカトリーナは、ナポリからの移民であった。サルバトーレとドーラの二人は、教会で知り合い、出会ってから三年後に結婚した。バジローンは、ニュージャージー州、ラリタンタウンで育ち、セントバーナード教区学校に通っていたが、15歳で、 中東部を卒業した後高校には行かなかった。軍に入る前は地元のカントリークラブでゴルフのキャディをして働いていた。1934年にアメリカ陸軍に入隊し3年間の兵役含む期間をフィリピンで過ごしたがそこではボクシングのチャンピオンであったという。帰国してからはメリーランド州ライスターズタウンでトラック運転手の職を得たが 数ヶ月働いた後マニラに戻りたくなり、陸軍にいるよりは早く、マニラに行けるだろうと海兵隊に入隊することにした。1940年7月、メリーランド州ボルチモアで海兵隊に入隊し、クアンティーコ海兵隊基地及びニューリバー海兵隊、航空基地での訓練の後、パリスアイランド海兵隊新兵訓練基地で新兵訓練を受けた。 その後キューバのグアンタナモアンを経て、海兵隊第1師団第7連隊第1大隊 D 中隊に配属され、ソロモン諸島ガダルカナルへ赴任した。ジョン・バジロンガダルカナルでは、バジロンの全員地がフィリピンであり、バジロン自身もマニラでのことばかり話していたため、仲間からマニラ・ジョンと呼ばれていた。1942年10月24日の ヘンダーソン飛行場の戦いの際、バジロンの部隊はおよそ3000名の日本軍、仙台師団の猛攻を受けた。米軍銃機関銃座に対し日本軍は、機関銃、手榴弾、迫撃砲などで、正面攻撃を仕掛ける激戦で、バジロンは2カ所の機関銃座を指揮し、都合3日間戦い抜いたが15名いた部隊のうち、最後まで生き延びたのは、バジロンの他2名だけであった。 戦闘中バジロンは予備の機関銃も銃座につけて迫り来る日本兵に対して河川を絶やさないようにし、さらにもう一丁の機関銃の不具合も直して別な銃種を配置につけるなどして後退の部隊が来るまで防衛線を死守した。戦闘が激しさを増し弾薬が底を突き始めた後、バジロンは日本兵に対し45口径の拳銃とマチェテだけで戦った。 戦闘が終わる頃には日本軍は事実上壊滅していた。バジロンはこの戦考によってアメリカ軍における最高の栄誉である名誉勲章を授与された。後にノースカロライナ州ファイエットビル出身のナッシュ・フィリップス上等兵はカダルカナルの戦いでのバジロンをこう10回した。バジロンは3日間の間。 眠らず、休まず、食事も取らずに、機関銃を撃ち続けた。銃座について、機関銃を撃つだけでなく、拳銃も使って、日本兵を散々な目に合わせていた。名誉勲章を授与されたバジロンは、本国に帰国し、戦争英雄として、戦時国際購入キャンペーンツアーに駆り出された。バジロンの帰国は大々的に宣伝され、 故郷の街では栄誉を称えるパレードも行われた。この帰国パレードは1943年9月19日の日曜日に行われ、何千人もの一般市民に加え有名人や全国式者もパレードに参加し、全国ニュースとしてライフ史やフォックスムービートンニュースで報道された。パレードの後は戦時国際を売るため全国を回り、有名人としてのステータスも得た。 だがバジロンは、こうして、人々に称賛されることをありがたく思いつつも、何か場違いな気持ちもあり、戦場に戻って戦うことを軍に希望した。海兵隊は、その要望を知りけ、君は、国内戦線で、これからもっと必要とされる存在だと解き、金一風を出すことも提案したがバジロンはこれを、受け付けず、指導教官の職を提案されたが、同じように断った。 バジローンは、再度戦場に戻ることを申し出、ようやく許可が降りた。1943年12月27日、訓練のため、カリフォルニア州ペンドルトン基地に赴任したが、このペンドルトン基地中留中に、バジローンは、海兵隊富士に呼び隊軍装で、将来の妻となるリーナと出会っている。二人は1944年7月10日、カリフォルニア州、 オーシャンサイドにあるセントメアリースター・オブ・ザ・シー協会で結婚式を挙げ、カールスバッドホテルで披露宴を行った。ハネムーンの行き先はオレゴン州ポートランドにあるリーナの両親の玉ねぎ農場であった。この後バジロンは太平洋戦線に戻ることを軍に要求し承認された。アーリントン国立墓地にあるバジロンの墓碑。前線への復帰が認められたバジロンは、 伊尾島進行目前に第5海兵士団第27海兵連隊第1大隊 C 中隊に配属された。1945年2月19日の作戦当日は機関銃分隊長として伊尾島レッド2区に上陸したが伊尾島は要塞化されており日本軍は米軍が上陸して内陸部に進行する地点に集中砲火を浴びせた。部隊は 身動きが取れなくなったが、バジロンは単独で、日本軍陣地の脇を突破、防御陣地の上に乗って、手榴弾や爆弾などで攻撃するなどして、たった一人で、敵陣地を破壊し、守備していた日本軍部隊を壊滅させた。続いてバジロンは、千鳥飛行場方面に向かい、激しい迫撃砲、重砲火の中、地雷原にはまった、米軍戦車を支援し安全な場所まで誘導した。 ついで、飛行場の端に沿って移動しようとしたところ、迫撃砲弾の金属片を喰らい、戦死した。バジロンの行動は、海兵隊が日本軍の防衛線を突破する一助となり、進行初期段階での上陸地点への攻撃を減免させたと評価された。この勇敢な行為に対し、死後、バジロンには、海軍で2番目に栄誉ある海軍十字章が授与され、 バージニア州アーリントン郡にあるアーリントン国立墓地に埋葬された。未亡人となったリーナ・バジロンは1999年6月11日に86歳で死去しカリフォルニア州リバーサイド国立墓地に埋葬されているが、リーナの母名には彼女は再婚しなかったと刻まれている。フランクリン・ルーズベルト大統領署名による名誉君召喚状の内容は 以下の通り、アメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国議会の名において、以下のものに名誉勲章を授与する。軍装ジョン・バジロンアメリカ合衆国海兵隊以下の、感情にその功績を示す。1942年10月24日及び25日、第一海兵士団第7海兵連隊第一大隊所属として、ソロモン諸島ガダルカナル島オルンガ地区で行われた。 敵日本軍との戦闘において示された義務として要求される以上の類いまれなる英雄的行為とその際だった勇敢さをここに称える。バジロン軍曹は敵軍が海兵隊防衛陣地に繰り返し攻撃をかける中刺激間十分隊二個分隊を指揮し敵軍の決然たる猛攻を阻止するためか間に戦った。 日本軍の凄まじい正面攻撃を受けて機襲榴弾及び迫撃砲攻撃によって機関銃を破壊された上、バジロン軍装指揮下の分隊は、銃手も含め2名を残して死傷し戦闘継続が不可能な状態となったが、バジロン軍装は予備の機関銃を銃座に据えて銃撃を再開させつつ、敵軍の大麻内放火のも別の一丁を修理して自ら銃手となり、 後退の部隊が来るまでの間完全と前線を維持し続けた。やがて弾薬が底をついて補給も途絶えた際、バジロン軍層は敵兵の必要な攻撃に相自らの生命を多大な危険にさらしながらも敵陣を突破して味方重視の必要とする弾薬を持ち帰り、結果として敵日本軍の連隊を実質的に殲滅させることに大いに貢献した。 その偉大なる武勇と勇気ある自発的行動はアメリカ合衆国海軍最高の伝統にかなうものである。アメリカ合衆国大統領は戦死主体下の者に海軍十字章を授与する。一党軍曹ジョン・バジロン、アメリカ合衆国海兵隊以下の感情にその功績を示す。1945年2月19日、火山列島イオー島での敵日本軍との 交戦において、第5海兵士団、第27海兵連隊第1大隊、C 中隊機関銃分隊隊長として示した、比類なき英雄的行為を称えて、上陸後直ちに戦術的状況を的確に見極め、全面的に要塞化された日本軍防衛陣地からの集中砲火から、味方中隊の前進を助けた、バジロ日頭軍層は、果敢にも、 敵銃砲の砲撃をくぐり抜け、側面から敵防御陣地の屋根に上がって、手榴弾を呼び、爆弾の攻撃を加え、独力で敵防御陣地を無効化しその守備部隊を壊滅させた。いかなる時も、大胆不敵にして、積極果敢であった軍装は、戦闘の行われている浜を乗り越え、坂を登って、エアフィールドナンバー1へ向かい、炸裂する敵砲弾に、 幾度も身をさらしながら敵地雷腹で身動きが取れなくなった遊軍戦車を冷静に支援し絶え間ない迫撃砲及び重砲美の中圧倒的な敵火力をものともせず味方大型車両を危険地帯から安全な場所へ巧みに誘導した常に最前線に立ち合丹で鉄の意志を持って前進を続けたが飛行場の脇を移動中敵迫撃砲弾の炸裂を受け即死した 勇敢で不屈の精神を持ったバジロン軍曹は、その恐れを知らぬ自発的行動、結出した技能、そして強心的的軍に対峙した、才の勇気ある自己犠牲の精神によって、戦闘初期の危機的な局面において、所属中隊を進軍させることに、大いに貢献した。この苦しい戦いの真中自らの責務を揺らぎなく、果たしたその姿勢は戦友たちを感化し、 軍曹自身と合衆国海軍に最高の栄誉をもたらした。バジロン軍曹は祖国のために奉仕し、その命を祖国に捧げたアメリカ合衆国大統領代理、ジェームズ・フォレスタルアメリカ合衆国海軍長官、ジョン・バジロン軍曹の未亡人、リーナ・バジロン軍曹。1945年12月21日、USS バジロン命名、浸水式にて、 バジロンは、勲章以外にも様々な形で栄養を受けた。切って、記念碑が作られ、米海軍の駆逐艦名、建物名などにバジロンの名が付けられた。サンディエゴのリトルイタリーには、バジロンに由来する、ピザバジロンというピザ屋もある。またモントクレア州立大学は、学生寮にバジロンの名を付けている。1949年、アメリカ合衆国海軍は、 ギアリング級駆逐艦バジロンを収益させた。同艦は1945年7月7日、テキサス州オレンジで寄港し、1945年12月21日に、未亡人となったリーナ・バジロン軍装主催で命名、浸水式が行われた。2016年、アメリカ合衆国海軍は建造中のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦に、 ジョン・バジロンと命名することを発表した。同館は2019年の収益が予定されている。米海兵隊では、週刊高速道路5号線から海兵隊基地、キャンプペンドルトンの入り口への道路の名前に、バジロンロード、基地の敷地内を通る高速道路5号線の部分に、ジョン・バジロン砲兵軍装記念ハイウェイ、そして、パラシュート降下地域に、バジロンドロップゾーンなど、 基地内の施設にバジロンの名を付けている。ラリタン側にかかるバジロンブリッジの記念機械兵隊施設にその名を残す栄誉を与えられたバジロンであるが、それに加えて、足したような民間施設にもバジロンにちなんだ名前が付けられた。例えば、ブリッジウォーターラリ高校のフットボール場はバジロンフィールドと名付けられ、競技場横にある付属建物の壁面には、 バジロンの肖像が描かれている。また、バジロンの故郷ニュージャージー州ラリタンにあるコロンブスキ市会の支部は、バジロンを称えて支部名を13,264サージェント・ジョン・バゾロン・カウンシルとした。その他、ニュージャージー州サマービルにあるロータリー交差点の高架交差橋やラリタン側に架かるニュージャージータンパイクの橋は、バジロン・ブリッジと名付けられている。 2005年11月10日、アメリカ合衆国郵便公社は、バジロンを含む4人の海兵隊員が描かれた特殊切手、ディスティングイッシュとマリーンスを発行した。バジロンの他の3名は、ジョン・レジューン、ダニエル・ダリー、そして、ドラマ、ザ・パシフィックでも描かれたルイス・チェスティップラーである。ザ・パシフィック2010年に、日米で放映された、HBO 制作のテレビドラマ、 ザ・パシフィックでは、三人の主人公のうちの一人として、バジロンが描かれている。バジロン役は、ジョンセダが演じた。ありがとうございます。